吉田さん、暑いですね。日はまた昇る、西田敏行さんの。これ、いいじゃないですか。私ね、日はまた昇るっていうのはね、日航ジャンボ機墜落のやつかと思ってたんですよ。同じタイトルで、別々の、なんかドラマがあったんですね。これは知らなかったんで、日はまた昇るで反応した時にね、あ、それ見たよみたいな感じになってたんですけども、改めてちょっと拝見しようかと思います。この VHS とね、ベータの戦いっていうのはね、いや、ほんとドラマですよ。確かに、ベータの方が流行るような気はしたんですよね。でも実際は、なぜか VHS。なんででしょうね。場所もコンパクトになって、録画時間もそんなに変わらないんだったら、ベータが入れそうなもんだったんですけどね。まあ、ドラマを見ればわかるんでしょうね。なんか、有料になると思いますけども、まあ、わずか400円ぐらいなんで、ちょっと見てみようかと思います。さあね、世の中は増税大ブームですけども、まあ、岸田総理といえばイコール増税みたいな雰囲気になってきましたけども、実際そうなのかなと私は思うんですよ。大体マスコミが大きく報じることってのはね、真実とは逆に言ってることが多いんですよ。いや、確かに岸田さんは増税をね、結構進めてきてるとは思いますけども、どうなんですかね。これは、単なる私たちに見えないところで、やっているステルス増税ってのがあったり、物価高があったりとかはありますけども、なんかいまいちね、マスコミの報道が当てにならないっていうか、本当かなと思っちゃうところがあるんですよ。実際に税金上がってるんですけども、なんかね、サラリーマン増税ってのがあって、その、何、失業保険もね、所得の一つとして税金取るみたいな話があるんですけどもね。失業保険はいいだろうと思うんですけどね。何なんでしょうね。まあ、お金もらう立場の人がいれば払う立場の人もいるということなんでしょうか。まあ、とりあえず今月もいろいろお金使っちゃったんで相当な金額ですよ。特に車検がねバンバン来ましたね。でも吉田さん、なんかここで言うのは不適当かもしれませんけども、なんですかね、3ナンバーの維持費ってあんまり軽自動車と比べてもそんなに高いかなって気がするんですよ、正直。だって、ね、セルシオ例に取りますけども、セルシオは中古で買って、50万の乗り出しが100万弱なんですよ。それを、だいたい3年ぐらいで払ってるんですよね。経費の関係があって。4万弱ですよ、毎月毎月。で、ガソリン代が、まあ、1台あたりは、まあ、2万弱ってところかな。私の場合は3台ありますんで、金額分散するんですよ。で、大きくお金がかかるのって、ゴールデンウィークの時に来る、車のね、排気量に合わせた税金でしょ。それから車検費用、これが2年に一度、そのぐらいじゃないですかね。車検費用だって13万ぐらいですよ。あ、10万ちょっとだったかな、今回セルシオ10万ジャストぐらいです。であと税金もね、8万ぐらいでしょ。だから軽自動車となんとかと比べると18万ぐらいが高いぐらいで、年間といいますかね、まあ、車検は2年に一度なんですけども、そう考えていったらガソリン代はまあさておいてね、だ駐車場代なんてね、軽自動車だろうが、でかい、排気量のでかいやつだろうが一緒ですからね。あとはまあ、乗る距離に応じてガソリン代かかりますけども、はっきり言って、軽自動車だろうが、3ナンバーだろうが、乗る距離ってそんな変わんないじゃないですか、自分の行動範囲なんで。ちょっと吉田さんなりにね、車のコストってまあ、軽自動車とか乗ってないと思いますけども、逆に軽自動車って、新車購入価格高いんですよ。軽自動車1台あるんですけども、7年経った今でもね、ローンが終わってないんですよ。どっちかっていうとそっちの方が高いなと思ってるんですけどね。その間にこっちは3台車買えてるんだけどなっていうね。まあ、支払い金額は毎月ね、2万5千円ぐらいなんですけども。でもなんか、はっきり言って軽自動車の新車販売価格の方が高いんじゃないかな。170万、180万しますからね、ほんと。なんなんでしょうね。まあ、需要と供給っすかね。軽自動車の方がなんか需要があるから値段高くなるし、まあ中古の3ナンバーなんてね、今欲しがる人って私みたいなね、乗り遅れのバブルみたいな人間だけですからね。さあ、行ってらっしゃい。